冒金、勝彦一月三日から九百九十三年七月二十一日は、東京府東京市生まれで、千葉県東葛飾郡南行徳村出身の若松部屋に所属した大相撲力士。本名は、桜井正勝、松崎正勝。現役時代の体格は百七十六センチメートル、百十八キログラム。得意種は、右四つ、より、押し、いなし。 褐色の弾丸と異名をとった。最高位は、西関分け7月場所、同年9月場所。小学校入学後に終戦を迎えたが、戦時中は、スポーツ自体を行う余裕が、社会になかったため、幼少期に経験したスポーツといえばか結構、程度であった。中学校時代に野球が流行っており、松崎もその中で育った。 中学時代、ランニングは苦手ではなかったが、徒競争では、学校でも真ん中程度の準備であった。ジップが、若松部屋の行事、七大式主勤大友であったことが、縁で、1952年1月に若松部屋へ入門し、同年、1月場所で、初土俵を踏んだ。当初の嗜名は、小桜。冒金の嗜名は、出身地の千葉県にちなんだものだが、 最初は、送金と名乗るはずが、間違えて、暴金と書かれた。後に訂正したが成績が振るわなかったため、暴金に戻した。その間、師匠の交代元前頭さん、シャチの里より若松に、名跡変更に伴い、所属部屋の名が、西岩部屋となっていた時期があった。1957年5月場所、21歳で、新入幕。この場所では、 大活躍し、14日目まで11勝3敗と、絶好調で、千秋楽を迎え、対戦相手はただ一人12勝2敗の新小結、安年山、勝てば、優勝決定戦に持ち込めたがさすがに負けた。それでも、新入幕で優勝を争ったことが評価され、関東賞を受賞した。次の九月場所では七勝八敗と負け越したが、鏡里から、 初の金星を挙げている。1958年9月場所と1959年1月場所では、負け越したものの、両場所とも、千代の山から金星を獲得。ちなみに、後者のそれは、千代の山を引退に追い込む、某二式自身にとって忘れられない勝利となった。同年5月場所では、全頭筆頭で、大関、 琴ヶ浜を破って9勝6敗と勝ち越し、翌、7月場所では関脇に昇進、ここでも9勝6敗と勝ち越した。この頃から1961年までが某王金の、前世紀で、幕内上位から三役にあって活躍した。当時土俵を支配した横綱、土地二には9戦全敗、横綱、若の花には1勝13敗とまるで歯が立たなかったが、 若の花戦での唯一の勝利が相手を腰だけにさせて吹っ飛ばすという豪快なものでありこれで通じなかったと言われれば不思議に思うかもしれない。また大砲、柏戸との対戦成績は共に5勝6敗と、ほぼ互角で撫で斬りも2回、関脇以下でこの両者をここまで苦しめた力士は他におらず、白氷キラーと呼ばれた。 色黒で肩太りの体型で体を丸めと進して、おすすもうぶりから、褐色の弾丸の異名を取った。この頃、銅部屋の岩風と共に、幕内上位を賑わせた。1961年頃は押しておいてから急に、変わることも多かった。その後、膝と腰の故障を悪化させて1965年。 9月場所後、新入幕から50場所連続で守った幕内から重量へ、陥落。以降は、体力の衰えに伴って、重量でも本来の相撲が、取れなくなり、1967年1月場所をもって、現役を引退した。引退後は、年寄り、山京を襲名。以来、若松平きの親方として、更新を指導した。 当時の若松親方の娘と結婚して、親方の婿養子となっていたため、1979年8月、師匠の定年退職後に若松部屋を継承した。しかし、糖尿病が悪化したことで、相撲協会の職務が困難となり、山京親方を、年寄り、若松の後継者に指名して1990年、3月場所限りで廃業。 これにより、伊水川社地の里、冒金と三代にわたって、養子縁組が続いてきた若松部屋は、系統が変わった。なお、師匠としては、一人も関取を育てることができなかった。その後は療養生活を送っていたが、1993年7月21日、出血性胃潰瘍で死去。57歳没。墓所は、千葉県内だが、非公表としている。 ありがとうございます。